国際医療福祉大学三田病院は東京都港区三田一丁目にある病院である。設置者は学校法人国際医療福祉大学であり、2017年までは医学部や私学部を有しない大学による大学病院だった。医師の臨床研修指定病院であるほか東京都認定がん診療病院に認定されている。2012年、隣接地に地上11階、 地下2階建ての新病院が竣工した。1933年、大倉省諸葛病院として、病床数24で、現在地に開院した。1949年、日本専売公社東京病院に開床、改九1974年には、現在の地上11階、地下2階建ての新病院が竣工した。1985年、日本専売公社の民営化に伴い、 日本タバコ産業株式会社東京千倍病院に改組改名された。2005年、旧病院を高く2回、国際医療福祉大学グループが買収、国際医療福祉大学の大学附属病院、国際医療福祉大学三田病院として、同年3月1日に再開業した。この、かつての公的病院の民間への譲渡にあたっては、売却当時、大倉省出身で、 日本タバコ産業会長の枠井陽次や、栃木県選出の衆議院議員、渡辺義美の関与を指摘する会文書が飛び交うなどの事態も発生したという。ありがとうございます。